アントニオ・ポッセビーノアントニオ・ポッセビーノはイタリアのローマ・カトリック教会の聖職者。モスクワを教皇特使として最初に訪れたイエズス会修道士で1578年よりスウェーデン、デンマーク、北方諸島、モスクワ国家、リボニア、ルーシ、ハンガリー、ポメラニア及びザクセンの司教代理を務めた。マントバに生まれ1559年に イエズス会に入会して1572年から1578年まで、同会総長の秘書を務めていた。1578年、教皇グレゴリウス13世は、リボニア戦争の動向に介入すべくポッセビーノを派遣し、彼は、ロシアの首都に赴いて1582年のヤム、ザポルスキの和約締結に尽力した。彼は、モスクワ国家に関する貴重な記述を残した。 モスクワに滞在中のポッセビーノは興味深い逸話を残した。彼が正方教会との教会分離を維持しているロシア人たちに対してローマカトリック教会との合同を提案しようとした時彼の思想的恩恵さや道理の通った考え方をあまりよく知らないチャーリのイヴァン4世は怒りの発作を起こしてポッセビーノを殺そうとした。チャーリは後になってポッセビーノに 自分の属する教会を弁護するための議論を行うことを許したが、それはイヴァン自身が、正方の髭を剃る習慣の意味についてという意味のない、質問をして、教皇特使を困惑させる楽しみのためだったという。正教会の教義の正当性についての議論で、負けが込みそうになると、イヴァンは怒りを抑えて喧嘩腰で話を続け、自分の信仰を擁護したという。ありがとうございます。